レイの様子がおかしい。いつものことじゃんって言いたいけど、確かにちょっと変だった。奇遇だといいけど。開いたみたい。資料を倒せば開くってことね。
それに先よく来てくれた。どうか俺を殺してくれ。どうして。もう限界なんだ。俺を殺せ。 やっと会えたのに。やっと会えたのに。まさか粘って。
何も教えてやれなかったのに、ここまで強くなると母さんはきっとお前の本当の強さを知っていたのだ。あ、いや、俺が持っていたその刀には名前がついてるんだ。名前？お前たちの名を。二人が生まれた後、一人で戦うのは心細かったからな。いつも大事に持っていたんだ。だけど娘切っちゃうような父親じゃ持ってる資格ないよな。父さん、どうしてそんなになるまで一人で戦ってきたの？せめて父親としてカッコつけたかっただけなんだ。
ああ、母さんが迎えが来たみたいだ。やだ！イミッチは呪われた一族。この世に存在してはいけない一族だ。エヴァも、イミチを利用する奴らも、根絶やしにしなければ、また、誰かが悲しむ。あや、先、イミチの力を、刃を持たぬ人のために、行こう、さき。父さんの使命を果たすために。うん。おぼろが言ったか。最後まで私にかなうことはなかったな。所詮男の忌み一族など、ひとたび暴走すればこちら側に戻ってこれぬのだ。それにしてもよく平然とした顔で綾と一緒にいられるのね、さきちゃん。お前のせいで。まんまと騙されたお前は愚かだな。黙れ！あの時の私はどうしようもなく弱かった。お前のザレ言を信じてしまうほどに。お前は絶対に、お前は絶対にぶっ殺す！私は生きなければならない。お前たちの心臓をも取り込んで。母さんと父さんの仇、お前をぶった切る。なぜ私を殺そうとする。母は死に、娘の自分たちも殺そうとした愚かな父の敵討ちか。実に愚かだな。愚か。死ね。確かにそうかもしれない。でも私は父が愚かだと思わない。心の底から愛した人のために命を燃やし戦い続けた父を、私は誇りに思っている。そんなくだらない感傷のために自分の人生を戦いの渦中に投じるというのか。たとえ忌み一族の運命に狂わされて、大切な人のために、刃を持たぬ人のために、私たちは戦う。はっ、
力じゃ私たちに叶わないってことね。己、この爪が、この爪が、私はまだ死ぬわけにはいかぬのだ。がっかり。ねえ、こんな茶番にいつまで付き合うつもり？私ね、組織のクソどもをぶち殺して、気づいたら皆殺しにしてきちゃった。たった一人に、私はオリジンになれたのよ。これでやっとたった一人になれたのに。でもなんだろう、やっぱり何かが足りないの。あんたみたいに、いや、あんたになりたいのに。私はあいや、あんたになりたいんだよ。
狂わされた一人だったんだね。ねえ、あんたの悲しみ私が受け止める。力が溢れてくる。すごい、すごいよ。やっぱり満ちて最高。今でもあんたのことが大嫌いだ。そんなこと知ってる。私もあんたのこと大嫌いだよ。過ごして不思議だった。だってアヤ、私がどういうものが好きなのか、どういうものが嫌いなのか、私のことを知ろうとしてくれてたんだね。そんなことを今さら気づいたよ。Stop!
になりたかったよ。レイ、あんたは、あんただよ。いつまでも二人で仲良くね。お母さん、お父さん、見守っててね。さあ行こっか。先。うん。あたしの名前はアヤ。父さんの刀を受け継ぐもの。私の名前はサキ。お母さんの技を受け継ぐもの。ただ戦うだけだった人生は今では大きく変わった。刃を持たない人のために忌み道の力を使うこと。それにサキが私の戦う理由。私にはとても大切なお姉ちゃんがいる。誰よりも私のことを信じてくれる人。そんな大切な人をこれ以上失いたくない。父さん、お母さん、これからも私たちは戦い続ける。これからの食料調達どうしようかな。お姉ちゃん、いつも何食べてるの？
レイにお願いしてレトルト調達。お姉ちゃん、食材がなんとかなれば私が作るよ。何、あんたもしかして料理できるの？あ、少しなら。何か食べたいものある？すごい、パスタでしょ、オムライスに、カレーならクリーンがいいかな。え、デザートはパンケーキがいいし。そんなに食べられるの？今ならいける。いや、普段私めっちゃ食うんだよね。そうなんだ、腕が鳴るな。やった、じゃあ食材調達といきますか。うん、お姉ちゃん。Thank you.